はい。広島県の西条にですね、えー、大きなあ夢タウン、夢モール、こちらの方がオープンすることになります。株式会社泉が東広島市西条に2022年秋、今年ですね、秋オープンですからもう2、3ヶ月でオープンすると思います。商業施設、夢モール西条がオープンします。図のようになってますね。夢モール、でかいですよ。 広島エリアでは初めての夢モールということになりますけども、だいたい住み分けとしてはね、夢マートってのが一般的なんですけども、これスーパーマーケットですよね。次の中規模のショッピングモールになります。で一番大きいのが夢タウンね、大型のショッピングモールということなんですけども、今回中型といってもね、結構でかいですよ。29のテナントが入りますからね。 えー、ケーズ電機とか、スーパーセカンドストリートとか、ドットエスティ、ABC マート、ーハンプティーダンプティとかね、ゾフ、ダイソー、スターバックス、コメダコーヒー、寿司ユー朝日アサヒとかね、それぞれ入ります。すごいですね。えー、このように、えー、国道375号線沿いで、東広島市消防局の隣に位置する地区ですね、ここにあった田畑は売られてしまい、 えー、のどかだった田園風景はついに失われてしまいました。西条の皆さんには、もしかしたら不幸な出来事と同時に便利な世の中が来るのかもしれません。しかし、よ古き良き日本の風景というのは、これにて消滅してしまうことになります。その代わりに、多大なお金が流れ込んでくる美味しい思いをする人がいるってことですかね。うん。はい、ということでね。 夢モール最上の位置がここに決まっております。これが2020年の、2022年ですか、今年の秋に開業ということで、今見てる Google マップなんですけども、その前の田んぼばかりの本当に、ね、穏やかな土地だったんですね。これがすべて、失われたわけですよね。まあ土地の所有権者の方にはちょっとね、失礼な言い方になるかもしれませんが、この土地を金に変えて儲かって、 まあ、笑いが止まんないんでしょうけども、その分、失われた自然はもう二度と帰ってこない。そして多分、この堺坂店っていうのもね、もう廃業になってしまうんではないかなと思いますし、この辺も随分閉店に追い込まれたところがあるのかなと思うんですよね。で、こういった地域の犠牲を、厭わずに、今度またね、グローバルマーケットがここに展開して、外資がどんどん入って、古き良き西条の街っていうのは、 徐々に失われていくということになります。こう見ていただいたらわかりますけれども、西条の唯一残された田園風景は、これにて消滅することになります。ありがとう西条。さようなら。金の力で、また日本が売られていきます。さようなら。さようなら。さようなら。